はい、皆さんこんにちは、アチシです。今日はベトナムと日本の交通の違いについて紹介したいと思います。まず見てわかる通りベトナムはバイクが多いですね。日本もバイクはあるんですけど、まあ、車の方が比較的多いと思います。で、あと違うところはベトナムは前が赤信号でも右折できるんですよね。前が赤でも右に曲がることができるんですよ。でも日本はできないです。日本は前が青の時右折とか左折ができます。だからちょっとここが違うところです。あとはベトナムは右側通行になってます。日本は左側通行ですね。ここも違いますね。あとベトナムはグラブバイクとか B っていうバイクの、タクシーがあるんですよね。バイクタクシーとかもあってすごい便利なんですよ。これ日本にはないんですよね。なので私はこれはベトナムの方がすごいいいと思います。日本にない理由はもしグラブタクシーが日本にあるとみんなタクシー会社のタクシーを乗らなくなってしまうんですよ。多分ここが一番大きい問題だと思います。次はベトナムは車両が優先です。日本だと歩行者が優先なんですよね。歩行者っていうのは歩いてる人ですね。ベトナムは別に歩行者がいようと車とかバイクどんどん来ます。だから結構危ないんですよね。で、あとはクラクションを普通に鳴らすことです。ブーブーブーって。日本だと鳴らさないですね、ほとんど。なんかすごく危ない時は鳴らすんですけど、それ以外は鳴らしちゃいけないんですよね。私がカナダにいた時はブーブーって鳴らしてましたね。でもベトナムはもうすごいです。ベトナムだけじゃないと思います。東南アジアは結構クラクションを鳴らす国が多いと思います。あとはここからはちょっと危ないところなんですけど、携帯を見ながら運転するっていうところ、まあ、これベトナム人結構多いです。私も昨日 B っていうタクシーアプリでタクシーを呼んだんですね。そしたらその人が10分ぐらいずっと携帯で電話しながら運転してるんですよ。で、私ちょっと注意したんですけど、ちょっと危ないから携帯切ってって。まあでも多分ベトナム人からしたらいや危なくねえよって思ってたと思います。まあそこはちょっと文化の違いですね。私は嫌だったんでやめてって言いました。あとはラッシュとかすごいバイクとかが多い時間帯の時は普通に歩道を走るんですよ、バイクが。これも日本ではまずないですね。もしやったら警察に捕まります。あとはシートベルトをしない人が多い。ちゃんとしてる人はするんですけど、シートベルトしない人も多いです。あとはすいません、ここ全部ちょっと悪いことなんですけど、信号無視が多い。日本だと信号無視ってほぼゼロなんですよ。やったとしたらもう本当に逮捕ですね。もう絶対にやってはいけないことなんですけど、ベトナムは100人いたら多分5人とか10人ぐらいは信号無視で行きます。だからもうここ全然違いますよね。あとは車と車がぶつかった時なんですけど、警察はまず呼ばないです。まず自分たちで話し合うんですよね。でも話し合うって言っても結構怒鳴り合いが多いです。で、最終的には何も解決しないまま終わるっていうのをよく見ます。保険とかは入っている人もいるらしいんですけど、ちょっと分かんないです。なんか当て逃げとかも普通にあるので、もうぶつけられたらもうしょうがないかなっていうイメージですね。はい、ということで日本とベトナムの交通の違いを説明しました。かなり違いますね。まあ多分ベトナム人が日本で運転することは少ないと思うんですけど、まあそういったところちょっと注意が必要な部分になります。はい、以上がベトナムと日本の交通の違いでした。それではまた、さよなら。